DJ ソーライ。アロハ、こんにちは。メロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。毎日更新シリーズハッピーラッキー装備召喚、行ってみましょう。今回なんですが、はい、ファイナルファンタジーレコードキーパー9周年フェスカウントダウンということで、シリハピカウントダウンガチャファイナルファンタジータクティクス回していきたいと思います。追加されてるね、必殺技が少ないので、まあ回さない方も多いと思うんですが、それでもね、持ってない装備っていうのはあるので狙っていきたいと思います。お、いいね、2個来てるね。星6以上1個確定でミラボと虹が来ました。持ってないのがあるので、あと朝練があってできたらありがたいかな。さあ何でしょう。お、なんだ、お、ガフガニアの超絶だ。かぶりではありましたが2個は出てくれました。ありがとうございます。ということで、ここからは大人気コーナーシリーズメンバーチェックワンツー行ってみましょう。タクティクスのね、所持状況確認していきたいかなと思います。現在のスタメンはラムザさん、オーランさん、オベリアさん、アグリアスさん、オルランドゥさんとなっております。見てみましょう。ラムザさんはレンズ品で交換できるマテリア2種だけですね、未所持は。はい、オーランさん、オーランさんはオーランさんも同じくレンズ品で交換できるもので未所持が1個という感じですね。こちら、ね、白魔法アビリティ使わないから取ってないんですけど、まあ、白魔法アビリティのね、専用を来たら、まあ、取りたいなっていう感じですね。期待してます。オベリア様なんですが、バースト未所持、これもレンズ品で交換できてコンプできそうです。アグリアスちゃんも超必殺2種、こちらもコンプできそうですね。はい、オルランドゥさん、シンクロですね、闇と闇のやつですね。これ持ってないからこれ欲しいなっていう感じです。これは闇ガチャで当てたい。ディリータちゃん見ていきましょう。レンズ品で交換できるものが戦技超絶バースト専用2種で、シンクロが未生時となってます。マテリアもレンズ品で交換できますね。スタディオ、レンズ品で交換できる専用のみが未生時となってます。ガフガリオンさん、さっき出てくれましたね。ガフガリオンさん、オーバーフロー奥義超必殺バーストが未生時でレンズ品で交換できると。ラファタン、戦技超必殺レンズ品ですね。覚醒だけが交換できないという感じです。マラークさん、マラークさんも超必殺がレンズ品で、これどうして弱体か、雷弱体、これもレンズ品で交換できると。メリアドールさん見ていきましょう。覚醒が交換できないんですが、戦技超必殺バーストは交換できるという感じです。未所持枠ですね。マシさん、未所持はオーバーフロー奥義超必殺超絶レンズ品で交換できます。モンブラン行きましょう。モンブランも戦技超必殺はレンズ品で交換できます。マテリアに関しては底力、こちらだけがレンズ品で交換できない未所持です。アルマさん見ていきましょう。アルマさんシンクロですね、交換できないものは。あとは戦技超絶覚醒が未所持で、覚醒もレンズ品で交換できると感じになってます。はい、ファイナルファンタジータクティクス、まあ、年内来るのか、ちょっと公式放送もね、今回もう間近になってきましたが、楽しみにしていきたいんですが、タクティクスの進捗状況はあるんでしょうか。こちらもね、楽しみにはしているんですが、僕もね、ファイナルファンタジータクティクス未プレイなので、PS5 でできるようなプレイステーション、なんだろう、カタログに入ったりとか、リマスターみたいなので、プレイステーションのプラットフォームでもね、プレイできたら配信やりたいなとは思っております。はい、そんな感じでファイナルファンタジータクティクスですが、一気にね、装備が追加されるのすごい楽しみにしてます。そんな感じでファイナルファンタジーレコードキーパー9周年間近でございますが、楽しく皆さんモチベーションアップしていきましょう。ファイナルファンタジータクティクス、こちら装備品究極とか D 格とかありませんが、未所持の方ね、新規勢とか、ぜひ余裕のある方回してみてもいいんじゃないでしょうか。レンズ品でも結構多数交換できるので、その辺は手持ちの素材の兼ね合いで見て引いてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。